こんにちは。今日もよろしくお願いします。おや、いらっしゃいませ。いつものアテトです。恒例になってきてんな。そんな頻繁にやる必要ある？絶対に結婚したくない芸能人を教えてもらえますか？この間は結婚したい芸能人って聞いてきたよな。すいません、なんか怒らないでください。本当ね、まあ、ノーコメントの方向でね。それじゃ あのお客さんに喜んでもらえそうな絵本、はい、探しておきます、ね、お願いします。あ、奥にいるのでよかったら読んでください。はい、はい、すいません、なんかちょっと怒られそうなこと書いて。よし、さて絵本作りますか。何で出てくんだろう今のアンケート。はいはい、ちょっとお待っててくださいね。結婚したいの方で書いたマツコも出てきてないからな。結局出てくることあんのかな。さて今回はと、はい、こんなお話はどうでしょうか。特別なやつ？違うか、普通のだよね今の。なんだろうな、遠足楽しそう。誰かな、トロだ。やっぱ可愛いな。トロは明日の遠足に持っていくおやつを選んでいます。うん、遠足って遠足って学校行事じゃないの？基本的におやつといえばふさわしくないのをまず出すのやめろよ。だいたいふさわしくないな。おやつといえばラーメンです言い切るなよ。おやつじゃないから、ね、食事だよ。じゃん、ラーメン味のスナックなのにゃ。あ、なんだそっちか。騙されたぜもうトロ。ラーメン型の可愛い形のスナックです。ちょっと待って、一個一個に丼ついてないかあれ。え、ベビースターのあの丸くなってるやつじゃないの？イメージ的にはあの丼部分も食えんのかな。めっちゃ食ってる。持ってくやつだろ、今食うなよ。微妙なのにゃ。なんだよ、ダメか。つまみと酒じゃん。なんだピエールみたいなことになるのか。もう一個ぐらいおやつを持っていけそうにゃ。次のおやつは何にしようかな。だから食事なんだよ今探してるのは。食事じゃねえんだよ、もうほとんど食事だな。え、チャーハンの名前わざわざつけんの俺が。だってチャーハンじゃんこれ。え、他になんかつけようあるか。チャーハンっぽい器に入ってるけど実はピラフでした。ピラフ飴予想を軽々超えてくんな。嘘だろ。ピラフの味を形としたリアル志向の飴玉です。これも丼に入ってんじゃん。おかしいでしょそれは。カリカリ、いや飴でしょ。カリカリするなよ、微妙なのにゃ。酒とつまみなんだよその絵図だ。はあかわいい。おやつは300円までと固く決まっています。うん、もしオーバーしたら先生に。300円ってさ税込みなのかな、税抜きなのかな。先生に注意、意地悪、お説教、まあどれもまあそれっぽいな。意地悪はちょっと違うけど、
まあ、先生にお説教されちゃうなの部分を変えるんだな。もしオーバーしたら先生にプロポーズされるかもしれないね、知れないのにゃ。それはまずいな。猫だしな。でもギリギリもう一個いけるかもにゃ。うん。今度は？またこのリストかよ。ふさわしくないんだって全部。え、カレーの名前も俺がつけんの？実はカレーに見せかけてハヤシライスでした。今度はハヤシライスガムに。ジンギスカンキャラメル的な空気があるね。噛めば噛むほどハヤシライスの味がする、ハヤシライスガム新発売。新商品なんだ。土地狂いすぎでしょ。くちゃくちゃ。ガムだからね、よく噛まないと。美味しいのには嘘だろ。嘘、嘘でしょ。グビグビ、あ、飲むのかよ、結局。つまみにも最高なのには。もう一口飲んでおくには。もうないだろ、あのちっちゃい水筒の中に液体。この SE いいな。日本酒が染みる酒じゃねえか。え？水筒みたいなのに入ってなかった？それ持ってく予定じゃなかったの？トロはやっぱり水筒にお酒を入れていたようです。酔っ払って朝起きられなくなっちゃったみたいなオチ？そして遠足の日になりました。でもトロは酔いつぶれてしまい、遠足には行けませんでした。そんな飲んだの？あのつまみで。ハヤシライスガムと、ピラフ飴と、ラーメンスナック。ラーメンスナックはうまそうだけど。お、終わったわ。トロかわいそうに。遠足楽しみにしてたのにね。もう楽しくお酒飲めたからいいんじゃないですか。遠足って何の行事だよ。他のなんかリッキーとかピエールとかと行く予定だったのかな。というわけで、今回のお話は以上です。また次回よろしくお願いします。